でやっぱりこの人の顔だけではなくて、ね、やっぱりその考え方とか、今言われた立ち振る舞いとか、で、どういうふうな方向性を持って自分が変わっていきたいかということによって、やっぱり見られ方変わりますからね。はい、で、この表をまあ差し上げようと思ってます。はい、でたまにこう上からね、順番に客観視してもらったら、まあ、素顔になった時はじゃあスキンケアどんなにしてますかっていうところからまず問いがありますよね。でメイクアップというても、まあ、化粧というのは僕の概念の中では、洗顔も入ってますので、お休み前のクレンジングもそうですし、はい、まあ、そういうのも全て顔をこうどう輝かすかというのがもうメイクアップというのでね、素顔からで、この肌質とかね、輪郭、カラー、ここら辺はもう全部印象にやっぱり人違いますね。顔の輪郭でもここにも入ってますよ。でね、印象がもう素顔の状態からね、やっぱり違うんですね。卵型とか丸型とか、で顔の輪郭とこのパーツを見る、もうそれでこう印象は人の決まる見られ方の印象変わるんですね。でそこからでもお仕事的にはこうだし、プライベートはこうだしっていう自分の願望あると思うので、でそれに向かって自分が一番やりたいメイクっていうのを学んでいただきたいな。でやっぱりまあある程度、まあ、こう言ってあるんですけど、年齢ってある程度こう向き合わさから書きましたけど、やっぱり年齢と同時に自分の品格を高めるっていうメイク大事だと思うので、そのためにやってはいけない NG メイクってあるんですよ僕が見てるとね。でそれをこう伝授させてもらいたい。こういうのも話しするとね、奥深い深層心理、すごいですね、はい、顔ってその全部こう表裏一体なんですよ。だからまあこういうことを知っといてもらうのがいいと思います。でこれが分かると性格がある程度こう何かというと天真爛漫っていうイメージがあるんですね。それを性格をそのまま表現するメイクをすればいいんですね。すごい奥深いですね。奥深いでしょすごいこれはもう主観的な点数で、主観で10点満点で、自分はどうやろうっていうのを見てるかを見て判断した時に、すごい、なんか全部がこうトータル化されてるんですね。こうね、この顔だけじゃなく、でこのメイクをこう可愛くしたら声のトーンも可愛くなるわけですよ。そうするとそこに書いている話し方もご自身で意識することになります。まあ、ちょっと時間とかも限られた時間の中でスキンケアとかメイクとかにかけてる時間がすごく短いから、すごいなんかこう粗雑な扱いをしてしまっているから、もうちょっとまあ丁寧にした方がいいかなと。これ今の印象もそうですけども、はい、急に変わりますよ。わかります。まあ、もしこういうブラウン系の色で、お洋服着てると顔に映り込む場合というのがもう同調するのわかりますよ。でこれがこうなるとちょっと浮く感覚で、これによって変わりますよね。でそこもメイクアップの場合はそういうふうなブルーベースでいくか、まあ、イエローベースでいくかによってお顔が変わるということをまず覚えておいてもらいたいのと、チークをちょっとつけますよね。これもイエローベース系の、まあ、コーラルピンクって言うんですけど、ちょっと少しここにつけますよ。ぴったり合うでしょ。全然違う、はい、顔色が変わるんですよ。顔色が全然違う。でこれでもう若くなっていくのが分かりますかね。お顔がこう張っていきますよね、こうして、うん、だからチークの使い方一つでもこんだけ変わるってことと、である程度チークはね、ここだけと違って、うん、こことここといったらね、この眉の上とか目の周り、トップ、顎先きっとこうにして、お顔全体に軽くチークをね、分散させてあげるんですよ。健康的な形、うん。これがメイクアップのね、テクニックの一つでね、バランスを取るってことが非常に大事なんですね。で、これを今度取ると、
ちょっと色が薄くなる。わかりますかね、うんうんうん、はい、基本的に服の色を、うん、例えば考えて、うん、メイクもしないとなんですけど、もし、うん、で肌もしこういう色を使ってやりたい場合はファンデーションもこちらいかなかったね、うん、ブルーベースがちょっとピンクっぽい色を使うとかね、うん、それを意識しないと、そうそうそうそれを意識しないと基本的に何でかわからんけど疲れた顔になるし、一生懸命メイクしてんだけども、うん、なんか疲れてるなみたいな。で、やればやるほど、まあ、派手になって、けばくなって、病院さんにかけて、チープの色を変えますよ。見てくださいね。かなり変えますよ。どうやって撮るんで、これはこれで、ちょっと色、このグレーの方が冴えるでしょう。これオレンジで着てしまうと、出ちゃうんですよ。でこれ今シルバーで当ててますね、うん、一瞬派手に見えるけど、うん、こういうメイクにするとちょっとポップな感じで、でこういうメイクしたいときはこれでいいんですよ、うん、よくエッセイとピーリングって言いますね、はいはい、ピーリング、まあ、それのもっとこう優しくね、じわじわとこう薄めを取っていくやり方を覚えてください。負担がなくなるんだよ、の前に化粧水を入れる、普通の化粧水を入れる前にリファイニングって入れて、通常のディープっていう普通の保湿の化粧水を入れています。でこの首のこういうところもね、ちょっとバッティングしてあげるとツヤが出るんで、ツヤを出すっていうメイクなんで、もうとにかく保湿を、うん、時間がないって言ってもやっぱ保湿だけはきちっとやっていただかないと、美容って長距離ランナーで、うん、小さなことの積み重ねを、うん、どんだけやるかによって変わるという、うん、で結果出ますんでね、うん、潤ってるの分かりますね潤ってる感覚でファンデーションのせていかないと、まだこれこっからもまだやるんですよ。この潤いを閉じ込めるためにこれバームクリームっていうのをここに手で出す。そうするとね、うん、ういういしさとかね、若々しさが出てくるんですよ。今度はここから下地です。下地なんかでも結構こういう風にして保湿などの下地を選ぶんですね。こう下地ですよ。はい。明るいでしょ見てください、最初メイクしてる時の方がちょっと暗い感じしますほら。これ今何にもファンデーションしてないんですよ。ファンデーションたくさんこういうところで言うと、このシワが逆にこう目立ってきたりするんで、ここは保湿でやっぱり埋めていくんです。保湿なんですよ。だからこれまあ下地なんですけど、これですかトン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 と保湿入れていくと馴染んでいくんですね。あとポイントになるのはもうここの明るいところ、この大体ね、皆さん同じなんですけどね、目尻とかね、こういうところね、小鼻、ここが赤黒いところが多いんですよ。ここだけはちょっとポイントで、まあコンシーラーとかね、ファンデーションで埋めるんですけどね。違うでしょ、ここがね、疲れてるんですよ、やっぱり目の下とかね、目の周りね。内側から出るようにする。眉本と眉の上ね、
ね、上なんかでもちょっと薄くピンクをかけてあげるだけで、自然な感じで、ちょっとこう角張ってる部分があるんで、上は描かないようにして、下をちょっと薄くつけたって、で、こう中に出して。口角の部分を少し薄くしてあげるんですね。でこういうね、くすみをふっくらさせる美容液をつけて縦色を減らします。まあ、これもスキンケアで、それからリップですね。まあ、今日はちょっとちょっと A を伸ばしていただいて、本当に目元ね、薄くね、からですね、こういう。今日はくすみを飛ばすような色だけつけてますのでね。で、目を閉じてくださいね。これだけで十分元気になるんで。わかりますか？で、これを、でこうすることによってチークもね、これをちょっと大人っぽい色に入れましたけども、まあ、ワンポイントでもうちょっと明るくしたから、ちょっと明るめの色を少しポイントで入れてあげたら、こんな感じになりますね。かわいらしいでしょ。最初にやった時のイメージとまた感じが変わってくるんですよ。オレンジであるうれしい感じ。ね、でもすごい思ってた以上に、なんか別人になって嬉しい、お得な時間を過ごせました。はい、ありがとうございました。